皆さんこんにちは。リナワーク TV の川島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。前回と前々回は年賀状の講座を行いました。宛名面と文面ですね。今回はその続きとしてお正月に使えるポチ袋、お年玉袋の講座を行いたいと思います。お年玉だけではなくて封筒として考えていただくと、お祝いとかね、いろいろなものに使えると思います。ご入学おめでとうとかで、ね、言葉を添えることもできますよね。それから、お選別とか、それからお誕生日の、まあ、カードなど、まあ、お金をお誕生日に入れるっていうこともあるかもしれませんよね。そういうふうにいろんなパターンで使えるようになっています。ひな型をダウンロードして使えるようになりますので、皆さんはご自身で打ちたい、入力をしていただければ、あの印刷をすればできるように作ってあります。いくつかパターンを用意してあります。それから逆に部祝儀の時も使えるように、その素材も用意してあります。これのいいところは、まあ、例えばね、いつもあるものではないですよね。あっては困るものですが、用意をしておくものでもないってよく言われますよね、部祝儀の場合。コンビニとか行けば売っているかもしれないんですが、ただ、そういう場合って薄積みでやるとかっていうしきたりがありますよね。まあ、理由もあると思うんですが、あの理由は今ちょっとよくわからないんで、もしわかる人がいたら教えてください。薄積みでなくてはいけないとかね、そういう場合もまだ筆を買わなきゃいけないとかもありますよね。なので薄い印字でできるように、まあグレーで印刷ができるようにしてありますので、パッと使えるような形になると思います。結婚式のようなすごくこう額があるようなものはきちんと買っていただいていいと思うんですが、1万円ぐらいまでのものであれば一つ用意をしておくことを、ご自身のプリンターですぐに印刷ができます。そしてハサミで切って、そしてこの糊があればもう2箇所をこうやるだけで作れてしまいます。もうものの5本もあれば全部作れちゃうんじゃないかなっていうぐらいの簡単さがありますので、ぜひねダウンロードしていただいて、お使いください。ではブログの方からご紹介していきますのでご覧ください。それではブログの方をアクセスした状態から始めます。概要欄の方にここにジャンプをすぐにできるようにリンクを貼っておきますので、皆さんはそちらからクリックしてこのページにジャンプをしてください。で、もうやり方というのは、まずはこのダウンロードデータがここに貼ってあります。封筒のみからあります。これ封筒のみというのはもう何も、文字も何も入ってない状態、封筒ですね。切って貼ればもう封筒でできちゃうというもので作ってあります。画像も何もないです。でダウンロードしたい場合はこの画像をクリックしていただいてダウンロードしてください。で次は、お祝い用ですね。でここに、一番最初ののしの部分が2つ画像を用意してありますので、どちらか好きな方をお使いください。でこちらもお祝いなんですけれども、この横線が入っているように画像を貼って作ってあります。でこの下は縦線が入っている画像になります。でその次は部祝儀になります。ご霊前というふうに名前を入れてありますので、この下にお名前を入れていただければ印刷して使えるようになります。でダウンロードになるんですが、クリックをしていただいて、で名前をつけて保存を押します。画面の下の方にね、名前をつけて保存っていうのが出てこない、ただの保存になりますので、保存を押していただく場合はダウンロードというフォルダーに入っていきます。でそうではなくて、この上向き三角のところを押していただくと名前をつけて保存が出てきます。
名前をつけて保存をしていただければ、ご自身の指定したフォルダをに名前をつけて保存をすることができるようになります。で、保存をしていただいた後は、まず印刷していただいて切り取ります。切り取り線がちゃんと出ているので、すごくわかりやすいと思います。で、切り取っていただいたら、まずね、折り目に沿って折った方が綺麗に仕上がると思います。まずはこうやって仮に折っておきます。で、ちょっと戻しますけれども、この画面のこの部分と、それからこの底にあるこの下の部分、糊を貼っていただければいいと思います。で、折ってあればね、綺麗にそのまま折れると思いますので、ただできれば下のね、こうやって底になる部分は、この最後にこう折るっていう風に考えていただければいいと思うんですが、この外側じゃなくてこの内側の部分に糊をつけてみてください。で、まあ表に返すとこんな感じになります。ちょっと大きく画面をしてみました。で、文面のね、年賀状講座をやった時に、郵便年賀 .jp のサイトで素材をダウンロードしていただいたと思うんですね。お正月の素材とかがたくさんある方は、その素材をこうやって入れていただければいいかなと思います。で、まあ、いろいろ作ってみましたというところに、まあ、お年玉以外のほんの気持ちとかね、お礼とか、画像をね、いろいろ変えると随分このバリエーションが効いて、結構素敵な袋ができると思います。まあ、ここに説明もありますので、水引きっていう、ね、本当のっていうのかな、絵じゃなくてね、物をちゃんと売っているんですよね。で、ちなみに長野県は飯田市が水引きがとても有名な場所になるんですね。そこに行くとね、ちゃんと会館があって、まあ、お近くの方はね、見に行っていただくといいかと思います。私が行った時はね、とても空いていて、この職人さんが鶴をね、これ作って、プレゼントしていただきました。これはもうね、自分で作るのはちょっと厳しいかとは思うんですが、セットでキットが売ってるんですよ。水引きキットみたいなものが売っているので、この下の方に、これですね、こんな感じでキットも売っているので、そういうものを使っていただくと、いっぺんに揃うことができるようになると思います。そういうものもね、使ったり、それから和紙の素材があるんですよね。インクジェット用の和紙素材っていうのがネットにも売っていると思います。そういうものをね、こうやって使っていただいてやると結構本格的なお祝い封筒が作れると思います。それからこれなんていうのかな、あやとりじゃないですけど、なんだっけ、今名前がちょっと出てこないんですけど、これのこの結び方も動画なんかでね、説明しているチャンネルがあるので、そちらを見ていただくと参考になると思います。本当にね、こういうのをこれ私が作ったんですけれども、それ作ってこの糊で貼って、でこうちゃんと100均とかでこの透明なね、ものが売ってるんですよ。それをで入れてあげると結構本格的なお祝いのものができるようになります。それぞれ楽しんでいただければいいのかなというふうに思います。今日の動画はいかがでしたでしょうか。毎年のように言ってるんですけれども、お正月がね、なんか季節感がなくて、それで、お正月に入って息子たちがうちの場合は来るんですけれども、正月明けがきつくてしょうがないんですよ。なんていうのかな、本当に今年の正月はどっぷり使ってしまって、本当に億劫だった記憶があるんですね。ずっと同じペースで仕事をしてた方がまだなんか私には合ってるような気がするんですよね。皆さんはいかがですか。で、今日ですね、行ったワードのものは、ほんの気持ちです。ここ作ってみたんですが、ほんの気持ちです。マイクロソフトのサイトでも、こういうのし紙みたいなものはあるんですが、こう封筒になっていて、こう画像が全部揃っているってなかなかないんですよね。なので、生徒様の方もやっぱりどうしても買って、
市販のものを買ってやるっていう方がほとんどなんだと思うんですが、慣れてしまえばね、もうこれすごく簡単にできてしまうので、とてもおすすめです。こういう手作り の, ワードのシリーズっていうのも、これからまだまだ作っていきたいと思いますので、溜め込んでいるものがあるのでね、作っていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。この YouTube は夏ぐらいからね、再開をしているんですけれども、なかなか皆さんに、お役に立てるものが作れればいいなということで、何かありましたらね、コメントの方にこういうのが欲しいですとか言っていただくと、またそれを励みにまた作っていけますので、リクエストなどもお待ちしております。それでは今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次お会いしましょう。ごきげんよう。